1858年から1888年まで用いられたラトロンガ王国の国旗。三つの星は、ラトロンガの主要部族である、タキトゥム、テアウオトンガ、プアイクラを指す。ラトロンガ王国は、1858年に、現在のクック諸島に建国された独立王国。国名は、ラトロンガ島に由来する。1888年に進んで、 イギリスの保護国となり、1893年からは、クック諸島連邦を名乗った。南クック諸島では、早期から主要なアリキたちが回収したことで、急速にキリスト教が広まった。アリキと宣教師たちは協力して、暴力による紛争解決の禁止などを定める法典を作成した。これにより、この地域は類を見ない政治的安定を享受することになった。 1881年、イギリス植民地省は、ニュージーランドの権益を守るため、南方諸島に何らかの保護をかけることが必要だと、決議した。また、イギリス政府は、現地のヨーロッパ人貿易省や、農場主からの陳情を受け、ハーベイ島に無給のイギリス領事を置いた。1885年10月、植民地省は、ニュージーランド自治植民地からの要請を受け入れ、 ニュージーランドが任命する有給の領事が、イギリスの公式な代表として、ラトロンガで活動することを認めた。またこの領事には、アリキラによる行政法の基礎を補佐し、ニュージーランド総督の名において承認をあるいは却下する権限を与えられた。1888年、女王負け戦うアリキは差し迫った、フランスの侵略の脅威を払拭するべく、正式に、 イギリス政府にラトロンガの保護国家を申し入れた。これを受け、イギリス政府は、親イギリス住民とニュージーランド貿易を保護するため、港諸島全域を保護領と宣言し、それまで副領自覚だったラトロンガ領事府をその全域の植民地政府へ格上げした。また干渉を主とする北国諸島も、将来の太平洋横断ケーブル基地候補として、 イギリス保護領クック諸島に併合されることになった。1890年、新任のイギリス駐在官、フレデリック・モスは、ラトロンガのありきを説得し、彼らの議会をラトロンガ全域を統括する初めての政府とした。翌年、ラトロンガや南クック諸島のありきの代表たちは、南クック諸島における最初の連邦君主政法を制定した。 しかし19世紀末の議会進行は難航し、一部のありきや貴族たちは次々と定義される改革にあまり賛同を示さなかった。イギリス政府はラトロンガの統治に消極的で、ニュージーランドやこの地域のヨーロッパ人住民からはラトロンガをニュージーランドに併合させるよう継続的に圧力がかかっていた。一方、ラトロンガの先住民たちと ニュージーランド政府の関係は良好ではなく、二人のありきがニュージーランド首相、リチャード・セドンに対し、クック諸島の伝統的指導者たちはこのままイギリスに併合されることを望んでいると申し入れている。1900年9月27日、ニュージーランド議会はクック諸島のニュージーランドへの併合を決議し、翌月にニュージーランド総督ランファーリー卿がラトロンガ島に上陸した。 結局ありき5人とかへの主張7人が併合に同意する署名を行い、クック諸島は10月7日に一切の反対議論や検討なしに無条件でニュージーランドに併合された。1901年6月11日、ニュージーランドの国境がクック諸島を含む線に改定され、ありきらは権力を失った。ありがとうございます。